今回3人だけですか？そうなんですよ。聞いてる？3人だけです。なんでその受け入れてんの？え3人を3人だけですよ今日。今日 ねそうやって聞いてるよね。そう、気にしない気にしない。そんなもう怖いって。3人で楽しめますからってカンペに書いてあるじゃん。はい、今回この3人で行う企画はこちらです。頭の回転と運動神経を兼ね備えたのは誰だ。ほめほめバドミントンラリー。イエーイ。すごい熱量だけで来てるね。そうですよ、伝わってはいるわ今のとこ。はい、企画説明しますね。急に、ネットを挟んで相手のいいところを言い合いながら1対1でバドミントンのラリーを行います。はい、なるほど。はい、言葉が詰まったり羽を落とした方が負けです。なるほどね。ホメミントンみたいなやつね。はい、そうですね。はい、これむずいよな。はい、すげえ不安なんだけどこの企画。3人総当たりで計3試合行い優勝者を決める。はい、はい、決める。本当に書かれた通りしか読めないんだね。ルール分かりました。いや、俺はルールは分かったんだけど。分かりましたね。ルール分かりましたね。カンペ読みたいから、本当前のめりになっちゃってるもん。それではまず第1回改正は。なんで無視したの？自分の思い通りじゃないセリフはカットするのやめて。それでは準備よろしいですか？はい。いいですね。はい。いいです。それぞれの意気込み、じゃあまず佐々木くんから。まあね、そのご飯行ったりとかよくしてるし、そうですね、仲いいから、はい、褒めることの不安は正直ない。うんうん、ラリーの方がちょっと心配だけど、技術的な面でね。はい、わかりました。そんなタイガーどうですか？いや本当にまあ言った通りすぎるんだけど、この3人って本当になんだろう、ずっと一緒にいたんで、そうですね、一緒にいるんで、なんかすごい圧すごいな。まあでも本当いつも通りやらせていただきます。そうね、そう、普通にバドミントンを楽しむっていう、はい、出てきちゃうからね。言ったよ、そうやって。そうなのよ。それではいきます。すごいじゃん。つばきくん VS タイガです。はい、よーい、いきます。下手じゃない笛。元気印、声がいい、ラップがうまい、いいよ、いいよ。あ、間違えた、ごめん。いい髪型。いいね、白い、おしゃれ。ちょっと早いんじゃない？かっこいい。オッケーオッケー、かっこいいね。オッケー、ありがとうね。オッケー、うまいよ、うまいよ。いいですね。どっちだこれ。タイム、タイム、タイム。つばきさん、はい、これ別に勝つ試合じゃないんですよ。勝負じゃない。今すんごいスマッシュ決めてましたよね。多分ね、俺も負けてんのよその前から。あ、そうなの？ずっとありがとねしか言わない。まあでもお互い結構褒め合えてました。1回目にしては。うん、だし技術的な面でもすごかったです。すごかった。そうですよ。印象に残ったその褒め言葉とかは。確かに。まあそうだな。ない時か。思いついてない時のポリポリ。いやいや、でもまあでもお互い楽しかったでしょ。ねえ、やばいって本当に。楽しかった？楽しかったよ。それでいいのよ。ね、マジで。それでいいです。それでは準備ですか？はい。はい。はい、コメミントン第2試合、よーい。歌がうまい。髪が綺麗。形がいい。おしゃれ。眉毛が太い。髪が綺麗。髪のセットがうまい。おしゃれと。あっそー。率直なアークソ出たよ。出てきてないんで言葉。おしゃれとみたいな。なんか投げやりだったよね。髪が綺麗。準備してんの。俺の中でいっぱい褒め言葉を、でそれ上からどんどん潰していこうと思ってたのよ。なんかでも分かる、そのやっぱこのストロークがさ短い分さ、はい、考える時間全然ないよ。マジでない。なるほどね。本当に難しいです。ラリー続けるんだったら高さを出すか、うん、なんかこうちょっと広めでやるか。そうだね。そうだねじゃないのよ。 OK。 じゃあ、つなくんと影の勝負。はい。お願いします。声がでかい。は、待って、ねえ、待って、ギリギリした。俺が悪かった。こんなん打てないって。そうね。誰も。今の俺が今のはね、今のはちょっと引き直しです。引き直しですわ。はい。いきます。はい。楽しい楽しい。はい、お願いします。リーダー気質、キレズキね。今の俺じゃないって別に。さ、つばきくん、思いやりを持って。そんな意地悪な球もやって。今俺ここにいたでしょ。こんなさ、無理だって。でかいの。もう一回ね。もう一回もう一回お願いします。口が大きい。肌白い。
歯が綺麗、おしゃれだね、歯が白いね、何その打ち方なんか